で、被害者は？この家に住む89歳の女性です。本日午後4時ごろ、帰宅した同居人が血を流して倒れている被害者を発見、警察に通報しました。被害者は複数箇所銃で撃たれており、銃弾は背中から1発、胸に2発、1発は心臓を撃ち抜いており、ほぼ即死だったと思われます。こんなおばあちゃん1発撃ったら即死やで。随分念のいったこっちゃな。本当ですよね。被害者は不測の事態か。何でしたっけ。何でしたっけ。どうなんしようかな。まあまあええわええわええわ。どうした。なんか降りてきた。あれじゃないですかね。うん。まあまあええわええわな。思い出しましたよ。被害者は護身用に隠していた拳銃を持っていたんですよ。ただ今鑑識に調べさせているのですが、おそらくなんです。まあなあ、よかったな。まあしやけどさ、皮肉なもんやと思えへんか。護身用の銃で自分が撃たれてしまうねんで。ですよね。ただ指紋は脱ぎ取られており、証拠になりそうなものは残っていないんです。なんで凶器が遺体の上にあんの。すいません、このおばあさんから借金している人全員分のアリバイを事件当日の午後1時から4時までの分洗っといてもらえますか。よろしくお願いします。ああ、ほんで小林君、どうやのこの部屋他に荒らされた様子は。いえ、今のところ。ああ、目撃者、銃声聞いた人も。このおばあさん随分偏屈な性格だったようでして、とにかく人間ってもう信用していないんですよ。家中の窓など鍵など閉め切ってて、しかもこの広さでしょ。これじゃあ銃声だって聞こえはしませんよね。それにこの辺り共働きが多いみたいで、昼間はほとんど人通りがないんです。ようやく数人話が聞けた程度でして。そういうことが全部分かった上での真っ昼間の殺しっちゅうこっちゃ。知り合いですかね。さあ、どうやろうな。ああ、例の第一発見者斉藤勇というこの近くの大学に通う学生です。学生。死んだ旦那が書斎にしてた離れがあるんですよ。そこを使わないのはもったいないって学生に貸してたみたいです。亡くなった旦那の部屋を貸し取ったと。主戦度って言うんですか。とにかく金に汚いばあさんだったらしいですよ。旦那が随分財産残してくれたのに、それだけじゃ飽き足らず 金貸しの真似事やって小銭を稼いでたみたいです。恨んでるやつは数知れずっちゅうこっちゃな。あれは油絵ですかね。そんなん分かってるな。ちゃうな。普通絵というのはね、壁にかけるもんでしょ。なんで床に置いてあんのっちゅう。誰かの借金の方じゃないですかね。金目のものを預かっては小銭を貸してたみたいですから。ちょっとすいません。はい、小林です。借金の方ね。傷、しかしまだ新しいな。おばあさんがこけた時につけた傷か、これ。それが何だっていうのよ。何の証拠にもなりゃしない。臼井さん、発見者の持ち物から大量の現金が発見されました。はあ、どうやら被害者の貯金から盗み取ったようです。どういうこっちゃね、それ。僕じゃありません。本当に僕は殺してないんです。確かにお金を取ったことは認めます。それは本当に魔が差したというか、本当にただの出来心で。でも僕は殺してません。俺が帰った時には大家さんは本当に死んでいて、俺はもう真っ白になって、どうしようどうしようって。その時あのソファーが。はい、ソファーの裏にお金を隠していることは知ってました。以前たまたま隠すところを見てしまったから。そのお金を隠していること自体は随分と噂になっていましたから、見つけてやろうという気がなかったわけではないんですけど、盗んだのも本当にただのいたずら心で。とにかく僕は殺してません。本当です。信じてください。これでいいのよ。これで私に疑いはかからない。斉藤君に会わせてくれませんか。私大学の友人でフギヤと言います。
お願いです。彼と話をさせてください。ですね、何度も申し上げてますようにすぐにお合わせすることはできないんですよ。これ規則でしてね、警察こういうとこうるさいんで本当に申し訳ないんですけど。いえ、ちょっと考えれば分かることなのに、私も動転していたもので。分かります。せやけどお友達大変なことになってしまいましたね。でもね、私今回結構感動してるんですよ。だってそうじゃないですか、あなたみたいに人のことそんなに親身になって心配できる、なかなかできることやない。あんた素晴らしい人や。いえそんな。でこんなこと聞いたら失礼かもしれないんですけどね、斉藤さんとあなたのご関係ってどういうご関係なんでしょう。あのね、あの仲良してらっしゃるみたいから、そのなんというか、付き合ってたかということですか。ええー、まあまあまあ言ってしまえばそういうこと。いえ違いますよ、ただの友人です。友人。ええ、不思議と気が合う相手っているじゃないですか。時々お茶したりとか、そんな程度ですけど、気を置かずに何でも話せる相手だったんです。おお、そしたら彼女のこと、彼女というのは亡くなったおばあさんのことも話しておられた。ええ。そしたらお金が隠してあったことと、護身用の銃を持ってたことも、キーワードしといてくださいよ。これね、聞かなきゃいけませんね。だってあなたほら、あのおばあさんからね、そのお金を借りていたから。はい、そうです。知ってましたよ、彼本当に何でも喋るんです。ついにばあさんの隠し場所を見つけたぞ、なんて自慢げに言っていました。まさかこんなことを考えてるなんて思ってもみませんでしたけど。そしたらあれですね、場所もご存知だったわけですね。隠し金の場所と護身用の銃のあった場所もご存知だった。ええ、うん、私バカですね。こんなこと言ったら私も疑われますよね。隠しておけばよかったのに。いや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 、しかし犯人がそんな風にねスラスラと喋ってくれたら私らも何の苦労もないんですよ。しかしそういうわけにもいかんか。あ、そうなったら我々の仕事以外のことになりますもん。警察以外のことになったら私ら困りますからで、まあ、これはあくまで参考までなんですけれど、事件当日の午後1時から4時、13時から16時の間、あなたどちらにいらっしゃいました。散歩をしてました。散歩、日課なんです。いつも同じ道を同じ時間に。ああ、その時どなたがご一緒でした。いえ、一人でした。ああ、現場の方には。家の前を。ああ、その時なんか不審な人物を見たとか、なんかこう変わった音を聞いたとか。いえ、何も。おばあさんとは数日前ちょっと喧嘩をしてしまったもので、家の前はさっさと通り過ぎたんです。そしたらおばあさんに最後に会ったのはその喧嘩をした日。ええ、うん、で、そのおばあさんの家には借金の申し込みです。でも断られてしまって、でもどうしてもお金が入り用だったものですから、何とかしてほしいと必死にお願いしました。しぶしぶ貸してはくれましたけど、やっぱり気まずくて、それ以来おばあさんとは顔を合わせていません。なるほど。いや、あんた本当に正直な人ですね。いや、今まであなたの話の中に 2,3 不審な点もあるんですけど、でもあなた正直にそうやって話してくださる。いや、普通ね、こういうのみんなでごまかしたりとかね、はぐらかしたりとかするんですよ。でもあなたそうじゃない、真実をちゃんと正直に話してくださる。だからバカなんです、私。いやいやいや、人間格あるたいもんですよ。そろそろいいですか、授業の時間なので学校に行かないと。そうか長いことお引き止めしてます。すみませんね。あ、お、そして素敵なスカーフですね。銀紙ですか。ええ、大学に合格した時に母が送ってくれたものなんです。自分が若い頃に使っていたものだと。よう、お似合いですよ。これを巻いていると今も母が一緒にいてくれるような気がするんです。いいですか。そうやった、すんません、長いことお聞き止めしましてね。何かあったらこちらの方から連絡しますんで。ありがとうございました。あともう一個だけ、あなた最後におばあさんに会ったのは事件の何日前っておっしゃってました。事件の3日前です。3日前。はい、ありがとうございました。いいえ、それじゃあ。はい、臼井さん、どうですか。ああ、彼女頭いいね。一部の隙もないって感じ。疑ってるんですか。いや、もうちょっとさ、なんかこうごまかしてくれたりとか、はぐらかそうとしてくれたりとかしたら、こっちもツッコミがいらあんねんけど、ああ、スラスラと正直に喋られたらね。普通に考えたら、斉藤が殺して奪ったというのが妥当でしょうが。まあ普通はそうやな。せやけど、ちゃうな。違う。ああ、だって見てこれ、完璧な
仕事やで、証拠なんか何一つ残してない。アントレットパーセントや。それはあの斉藤君ができるとは私は思わんな。で、他に何か出た？証拠になりそうなものは特にありません。他の関係者は？被害者から借金している人間を洗ってみたのですが、進展なし。みんな後ろ暗いところがあるんですよね。知らぬ存ぜぬの一点張りなんです。こっちも証拠がないだけに攻め込みようがないですし。で、結局このおばあさんから金借りてた人が何人ぐらいってんの？今借りている人間だけですと20人ってとこですかね。借金が終わってる人間も合わせると50は超えそうです。50。もっとすごいのはこの中にばあさんに同情してそうなやつが一人もいないってことなんですよ。やりますかね彼女。あ動機はある、チャンスもある。だけど証拠が、なあ小林君、はい、彼女3日前に何を肩に持ってきたかちょっと調べてみてくれる？わかりました、斉藤と吹谷ですか？よく喋ってたから。でも最近って感じダメな。斉藤君が下宿してからじゃないかな。ほらあの子よくばあさんとこ行ってたし、愚痴でも言い合ってたんじゃない？清美ちゃんちね。あの子もあまり家のこと話さなかったから。付き合いは悪かったべな。あんまり金ねえんだろうなとは思ってたけど、あいつほんと頭良かったから。まあ正直ちょっととっつきにくかったけど。変わったこと、特にないんじゃないかな。さんとは最初はお母さんがお金を借りてたみたいなんです。でもそのお母さんが亡くなった後の取り立てがなんていう、ようわかりますよ。それはだから清美はすごく恨んでいて、でも他に借りるあてもないものだから、だからお金を借りるときはおばあさんに頼ってたみたいなんです。清美つらかったでしょうね。ありがとうございます。よう話してくれましたね。あの、はい。清美が疑われてるんでしょうか？いやー、今現在はそれは何とも申し上げられません。あの、でも本当に清美は悪い子じゃないんですよ。自分が苦しい時でも私や友達に何かあると駆けつけてくれるような、そんなすごい優しい子なんです。ただ今はちょっと辛いことが多くて、それで意固地になってるだけだと思うんです。分かってます。私もあの人が悪人やとは思ってません。でもね、人生ってままならないことがあるじゃないですかね。ああそうや、これちょっと見覚えありませんか？彼女が3日前に質草で持ってきたものなんです。これ警部、え、これ被害者から借りていたもののリストです。ああ、なるほど。もっぺんあのお嬢さんに会うて話してみなあかんな。あ、すいません、何度もお呼び立てをしまして。いえ、何かありましたか？
あのですね、実はお友達の斉藤さんなんですが、第一級殺人で立件されることがほぼほぼ濃厚となってまいりましたので、そのことをまず一言あなたのお耳に入れようと思いまして。そうですか。なんと申し上げてよいやら。いえ、仕方のないことです。お察しいたします。でね、そっちの方がなんとかうまく解決しそうなんで、他の方もこれちょっと解決に向けて整理しようかなと思ってあなたにご協力をお願いしたわけなんです。他のこと？はい、あの例の殺人があった現場、あそこね、あのおばあさんの七草で溢れ返ってました。その中にね、大きな油絵が一枚あったんですよ。油絵？はい。でね、その油絵のオーナーがね、さっさとその絵返せとこう言うてくるんですよ。ただ一つ問題がありまして。どうしたんですか？絵の真ん中にね、こう爪で引っかいたようなガリッとした傷跡が残ってるんですね。それおばあさんのそばにあったから、多分おばあさんがこけた時につけたんじゃないかと思うんですけど、でもその絵のオーナーがそれを見て、何さらしてくんねん、お前らのせいや、弁償せいってこう言うてくるんですよ。私らのせいでもないのにね、もうほんま難儀なことになってます。いや、お笑いではないんですよ、ほんまに困ってるんですから。でしょうね、うん、でね、でここだけは何としてもはっきりさせておきたいんですけど、その傷がもともとあったものなのか、それとも事件の時にできた傷なのか、ここだけをはっきりしておきたいんです。それであなたが3日前におばあさんの家にやってきた時に、その傷が果たしてあったかどうか、そのことをあなたがもし覚えていてくださったら、私らにとってこんな嬉しいことはない。ねえ、どうですか、あのね、大きな油絵です。まあ目立ってるからようわかると思うんですけど、どうですかね、覚えてらっしゃいませんか？へえ、覚えてますよ。本当ですか？床に立てかけてあった大きな油絵でしょ、はい、傷の跡ありませんでしたよ。どんな傷かは分かりませんけど、それが目立つものとしたら、そんなのは全然間違いありません。ええ、確かです。いやね、ここね、ものすごく大事なとこなんで、よく考えて思い出していただきたいんですけど、その絵ね、あれがありませんでした。あれ、あの、なんていうのかな、あの他 の絵画の巨匠とか絵を描いてるんですけど、私こういうの太いんです。あれね、睡蓮でしょ。睡蓮、モネの睡蓮。もちろんあれはモネの絵じゃありませんけど、私も綺麗だなって思ってたんです。そう、睡蓮、それや。いやー、あなた絵を好きなんですね。母が。お母様が。特に印象派の絵が好きで、モネ、ルノワール、ピサロ、セザンヌ。体を壊した時も、元気になったら美術館に行きたいってずっと言っていました。叶いませんでしたけど。なるほど、それであの絵のことはよう覚えてはるわけですね。かもしれません。で、その絵なんですけど、睡蓮が一輪こう真ん中に、いいえ、二輪。深いグリーンの画面と白い花のコントラストが素敵でした。はい、間違いありません、その絵です。よかった。小林くん、聞いた？はい。小林くん、ちゃんと聞いた？ええ、何ですか？あなた今、自分が犯人だって言っても同然なんですよ。ね。いや、あの絵ね、あの、3日前あなたがいらした時にはなかった、存在してないんです。え？あの絵は、事件の前日に運び込まれたものなんです。したがって、運び込まれたその時間から発砲事件が起こるまでの間、どこかであなたはその現場にいたことになる。でなければその絵のことを知ってるわけないですから。そうでしょう、違いますか？そしてあなたの警察に対する対応は終始一貫してた。常に本当のことを言おう、事実を言おう。だからあなたはこの絵に関しても絶対本当のことを言ってくれ、私は確信してた。あともう一つお気づきじゃないですかね。私ね、あの絵の話をするときに大きな油絵とは言いましたけど、どんな絵とかは一言も言ってない。にもかかわらずあなた二輪の睡蓮が入ってあるとはっきりおっしゃった。これ絶対見てなかったら言えないんですね。そうでしょ？あなた、おばあさん殺しましたね。どうでしょう、二輪の睡蓮を変えたいなんて世の中にはいくらでもあります。3日前にはそこにあって、事件の日にはなかった。そんな絵があってもおかしくないでしょう。いえ、それ絶対ありえないんですよ。なぜならば、あのおばあさん絵なんか全然興味がない。それが証拠に、この広い屋敷のどこを見ても絵画なんて言ってもないです。それも仕草として預かったこともない。だとしたら最近買われたんじゃないですか？興味があろうがなかろうが、儲かるなら手を出す、とにかく金勘定にうるさい人でしたから。その通り、金勘定にうるさい人でね、こういうものを必ずつけてるんですよ。これあのおばあさんの七草リスト8年分のね、これのどこをどう見ても
絵画は一点もありません。したがってあれば非常に特殊なもんやった。初めて七草として預かった絵画、それをあなたが見間違えるはずはありませんね。それじゃあ私きっと勘違いをしたんですね。どこかの美術館か質屋で見たものをあの家で見たものだとつい思ってしまって、ケムさんの話がうまいから。えらおそびいます。いや、あとね、こういうものもあるんですよ。うちの鑑識もね、なかなかええ仕事しよるんですわ。これね、あの銃をもう一度再検査したんですけれど、なんとトリガー引き金の時にところに非常に微量ではあるんですが、異物がやはり付着してました。でそれを取って拡大してみると、なんとこれ銀糸銀の糸。そこで私ピーンときた。あなたが身につけていらっしゃるその枕の銀糸とこの銀糸照合したら、今回の事件全て解決です。あなたお母さんからいただいたその枕で銃の指紋を拭き取った、その時についたんでしょうな。あなた指紋を拭き取った銃をわざとおばあさんの遺体の上に置いた。なんでか、自業自得よ。こう言いたかったじゃないですか。いつから疑いを？あなたが初めてこの拘置所にやってきた時からです。いや、この事件ね、容疑者がもう行さんいてるんですわ。まあ言うてみれば、あのおばあさんから借金した人ほぼほぼ全てで、そういう人だってね、みんなごまかそうとするんです、はぐらかそうとするんです。わしは知らんで、俺は知らん、私は知らないわね。しかも警察の捜査には非常に非協力的でした。でもあなただけは違ってた。真実を常に述べようとしていた。しかもあなたお友達を心配する体で初めてこの拘置所にやってきた私はもうものすごく感動しました。世間の中でも美談ともてはやされましたね。しかし私ね、そういうイレギュラーがある時ってね、必ず疑念に抱いてしまうんですよ。まあこのひねくれた人間やからそうなんかもしれませんけどね。まあ、あんたがあの時何もおっしゃらず何もしなかったら多くの容疑者に紛れて分からへんかったかもしれない。でもあなたはそうじゃなかった。常に真実を言おう、本当のことを言おうとされてた。そのあなたの高潔なまでの人間性が今回あだになってしまいましたね。初めから斎藤眼中になかったってわけね。そりゃそうです。だってそうでしょ。こんなパーフェクトな仕事ですよ。そんなもあの斎藤ができるとは思いませんよ。そう思うっていうか、あなたが一番よくご存知じゃないですか。ただね、私一つだけちょっと分からんことがあるんですが、これぜひ聞かせていただきたい。あなたはなぜ全てのお金を持っていかなかったのか、いくばっかの金を残している、これなんでですか。それに目がくらんだ斎藤はその金を掴んで何を取り違えたか、警察に来て、え、斎藤がそれに目がくらんだ、それ、ええ、そういうことです。なるほど。彼女がいくら溜め込んでいたのか、それを知っていたのは本人だけです。全部なくなっていたら疑いはそのありかを知っている人間に絞られる。いくばっかの金を残しておけば容疑者を絞り込むことはできない。ええ、はあ、えぐ賢。でもまさかこの人が残した金を取るとは思いませんでしたけど。本当なのか。なんでこんなことしたんだよ。俺はな、人殺しにされるとこだったんだぞ。なんとか言えよ。うるさいわね。その殺しに便乗してこそこそ金を盗むような小さな男に説教されるようにわれはないわよ。何が悪いっていうの。あんな人間生きてたって何の価値もないじゃない。あんなやつ死んで当然でしょ。今日死ぬか明日死ぬかって年寄りが汚い真似して金溜め込んで何になるのよ。あんなやつに金を持たせておくなら私が使った方が100倍マシよ。俺に近づいたのもそのためか。金の在りかを知るためか。ええ、そうよ。あなたの言う通り、私が彼女を殺したの。
ゼロ円でも何でも入れればいいわ。死刑にしたければしてちょうだい。でもね、これだけは言っとくわ、私は何も悪くない。世のため、人のために、害悪でしかない不要な人間を一人処分しただけよ。お前、盗んだ金はどうしたんだよ。お前の取った分いくらあったかは知らねえけど、相当な額だったはずだ。な、どこにやったんだよ。探してみたら、あんたそういうの得意でしょ。なんだと。まあ、確かにあのおばあさんがやったことは褒められたことではありません。しかし我々警察もね、現場でいちいち正義悪やなんて言ってられないんです。あの銀のネックレス、あなたのお母さんの形見やそうですね。お母さんどんなに生活が苦しくてもこれだけは手放さなかった。見事な銀細工です。それにしても、いやー、これえげつないな。何もここまで買い叩かんでもね、あなたが犯行を決意するに至る十分な動機です。関係ないわ。そうでしょうか。清美、あなた嘘をついてる。ずっとずっと嘘をついてる。お母さんが亡くなってからあなたはこんなこと望んでなかったはずでしょ。あなたのお母さんはあなたが幸せになることだけを願ってた。みんなじゃなくて他の誰でもないあなた自身を。あなたはあのおばあさんを殺してしまったことで自分自身を殺してしまった。優しかったあなた自身を。どうかそれを思い出して。いらないわ。それはあなたが持ってて。行きましょう。お連れして。はい、大丈夫ですよ。あのお嬢さんはね、絶対自分を取り戻します。せやから、それまでそれはあなたが預かっといてくださいね。